뭐 당겨 나가냐 오라 냉글 안 오면 어떡해? 여기서 이거 손에 여기 못해 눈 해달라 오라 박이. 당근. 엄마야 엄마 가요 오라. 어디에 찍고 있더라고. 엄마 저 저기 죽고 저기. 大野一家義親会津村一馬会長60歳関西で数少ない杯ごとしである。あれは人が人間が飲む時の杯ごとはヤクザ社会にとって極めて重要な儀式である。日本最大の暴力団山口組4代目の襲名式の杯ごとはこの男が取り仕切った。7月10日徳島県鳴門市、警察の中止勧告を無視して山口組4代目組長の襲名式が行われた。これ先のご一報さんにお頼み申します。ただいまから山口組4代目総督の式典を執り行います。全国から集まった親分衆113人。故田岡組長の代理を務める文子未亡人から杯を受けたこの瞬間、4代目山口組竹中組長が誕生した。鉄の団結を誇ってきた山口組、しかし竹中組長の襲名をめぐって組織は分裂した。山口組は2つに分裂しました。以来両派の間には反目と緊張が続いており、抗争が心配されております。ご覧のパネルは山口組分裂直前の組織図であります。山口組は3代目田岡組長が死亡した後、組長代行を置き、竹中組長は若頭としてこれを補佐する立場にありました。この竹中組長の4代目就任に反対したのが、ピンクで囲んだ山本組長代行をはじめとして最高幹部4人、そして直系の組長の中からも15人、合わせて19人が山口組を離脱しまして、新たに一和会を結成しました。この間、分裂騒ぎの中で引退したり死亡した組長もありますが、そうした動揺を経て、現在全国的に見ますと、黄色のピンで表した山口組系が1万、ピンクのピンで表した一和会系が3000というおおよその勢力分野が固まりつつあります。山口組は分裂後も全国最大規模の組織となっているわけであります。4代目となった山口組とは、今日はその組織実態に迫ってみたいと思います。神戸市灘区にある田岡前組長の家。どうぞこちらでお待ちください。かつてこの応接間では最高幹部会が開かれ、山口組の方針が決定されてきた。
今回4代目に竹中組長が決まった背景には田岡未亡人の力が大きく働いたと言われている。あ、どうもこんばんは。よろしくお願いします。あ、どうぞ。はい、竹中組長というのを4代目で選んだという理由はどういう点ですか。まあ、やっぱりこの道に適した人物じゃないんですかねと思います。どういうふうに適してますか。まあ、するべきはするし、止めるべきは止めるし、でそのけじめと言いますかね、物事が起きた時の判断ですかね、そういうものはピチッとできる男ですからね。優柔不断でね、あの人はこのようなレールか、この人はあのようなレールか言うとる間に物事がだんだん大きくなるということもありますからね。そういうけじめのね、ちゃんとつけられる男だと思いますよ。だからまあ我々にはね、それが一、まあ、お父ちゃんが竹中をと言うたのもそこにあるんじゃないかと思いますね。まあ警察では武闘派というふうに、ね、そうそうそう、ね、それはまあそういう戦いがあっておけば武闘派ですけどね、平穏な時は別に武闘じゃ何でもないわけで、ただそういう何事か起きたな、まあその揉め事じゃなくしてしよ、他のことでも何か起きてもね、きちっとそのけじめがねつけられる人だと思いますからね。もうお父ちゃんが勝ったんじゃないですか。山口組本部、いわば山口組の事務局である。1階は31畳敷きの畳の広間、2階は事務所になっている。この本部には組員が6人ずつ交代で泊まり込み、24時間体制で緊急事態に備えている。4代目山口組の最高幹部、竹中正久組長50歳。中山勝政若頭46歳、中西和夫射程頭61歳、そして岸本再造本部長56歳。こちらの上の方に名前がずらっとありますけれども、これはずっと組、直系の組員、全部直系の組員ばかりです。ずっと行って、あそこに赤い字で、これが現在服役中の方たちです。この直系の組長で懲役になっている。そうなんです。国現在9名服役しております。本家の9年余り。9年ぐらい。はい。各組のこれはですね、で、まあ、このブロックごとにいろいろと親睦会がありましてね、連絡事項とかそういうものもあるわけなんですかね。何かあればすぐ電話で連絡する。そうなんです。まあ一つの抗争事件においてもですね、速やかにそれを消し止めるか、それともそういう形の中でですね、悪い意味に進行するかという、非常にまあ瀬戸際な面も多々ありますんでね。各直系組長も私と同じような体系を取られたと思います。はい、まあ、少なくとも30分以内にはですね、私の方に電話いただけるようになっております。30分以内、はい、早いですね、はい。山口組本部からわずか 1.5 キロ、ここに山口組から分裂した一和会の本部がある。一和会は分裂後直ちにこのビルの2階全フロアを借り切った。ボディーガードが待機しているその奥に最高幹部の会議室がある。まだないと寂しいなという気持ちは持っとるけれどもね、
寂しいなというのは、じゃあやっぱり別れたということ自体がね、やはりそれは七の大門に愛着があると。うん、そうでしょうな。やっぱり40年もやっぱりおればね、ないというのはおかしいからね。その山口組とは今後どういうふうな関係になるんですか。まあ今そんな考える余裕がすらねないわけですわ。もう一生懸命に自分とこのことをねまとめていくのが一生懸命で、特にこちらの方はですね、うん、武装するとか組員増やすとかそういうふうなことはもう、いや、それは組員がやな、一番会が正しい思うなら増えるがな、それはなんぼでも、そうやろ、何も山口組でのでもやな、よその組からでもやな、入れてくれ入れてくれて去年からちゃう。やっぱり世間の人はじっと見とるわ、これを。どっちが正しいか、どっちが本当か。じゃあそうすると、もうそのいわゆる拳銃用意してるとかそういうふうなことはもういや、それはお前このテレビ台座もうち来るやん、また警察が。来たらこっちもやります、喧嘩はします、それははっきり言っておきます。来たらね、組員の数で劣勢を伝えられる一和会では、下部組員と親子兄弟の杯事を繰り返し、内部の体制固めを急いでいる。どうぞ。この日、新しく7人が直系の組長に取り立てられた。大正4年に結成された山口組をピラミッド型の巨大組織に作り上げたのは、三代目田岡和夫組長である。彼は戦後、神戸港の荷役業務を基盤にして芸能やプロレスの興行にまで手を広げ、豊富な資金源を確保した。山口組が急速に全国に勢力を広げたのは昭和30年代のことである。全国各地で地元の暴力団と血で血を洗う抗争を繰り返し、組織を拡大していった。その山口組の先兵の一つが、殺しの軍団といわれた柳川組であった。田岡の親もやっぱり日本にせないかんいうムードがね、自然にそのムードが盛り上がってきて、ましてや私、ね、柳川軍ができて、もう戦闘的なあの組ができるでしょう。ほんならやっぱり柳川に負けておられるかいと、あの新山の柳川に負けておられるかいというムードが起きてくるでしょう。ほんならやっぱりみんな負けんようにやっぱりやりよるわけですよ。それが結局山口組が大きくなる原因でしたね。全国に勢力を拡大した山口組は、山菱の大門の威力をますます強固なものにした。昭和39年からは警察の暴力団に対する大攻勢が始まった。しかし山口組の組員は増え続け、昭和45年には1万人を超えた。53年7月、京都のキャバレーベラミで、田岡組長は対立する松田組系の組員に狙撃され負傷した。この事件に対する山口組の報復は凄惨を極め、相手の松田組系の死者は7人に及んだ。35年間君臨してきた田岡組長は昭和56年7月病死。この時
現在の竹中組長は若頭を補佐する8人の幹部の一人であった。4代目の組長になって、まず組の運営については先代の意思を尊重して山口組の何恥じないようにやっていきたいと思ってます。山口組というのは一体皆さんから説明するとするとどういう組織だということになりましょうか。まあ、山口組というその組織自体は先代3代目の親分、現在の4代目の親分、を課長としてですね、やっぱり一般家庭の父親を中心にしたやっぱりあの家庭があると同じように、山口組自体も親を大事にし、あるいは兄弟仲良く皆一つの家族的な構成でもって我々生活していくと、それにまあ特に皆が助け合ってやっていくということを主眼に置いたやっぱり組織であって、別にその暴力団組織とかいうような感覚で見てもらうよりも、やはりそういうような一般の家庭での大きくしたものであるというように解釈してもらう方がいいと思います。あの山口組のこの結束の背景にはですね、何て言いますか、お金の世界のことですがね、あの山菱の門がですね非常にありがたくて、あの山口組の傘の中にいる限り安心して仕事ができる、商売ができると、そういう要素はないですか。それはね、一つの組織ですからね、大きい小さいはこれあるんですわ。組織の膨大なとこと小さいとこと、その点からいけばね、やっぱりそういう点が有利な点が多分にあると思いますよ、うん、ああそれはあの喧嘩とかそうじゃなくしてね、うん、一つの仕事についてもね、各種のいろんな仕事についてもそれは有利には間違いないですわ、うん、はい、それは言えますね。あの難しい言葉で言うとね、山口組にこう集まってくるのが親と子の情といったようなことではなくて、もう少し経済的な動機があるんじゃないかと思うんですか。いや、それは全く違いますよ、うん、これは親分組というのはね、普通の人では考えられんつながりがあるんですよ。これは情のつながりですからね、我々は、うん、この人と思って探す業をもらうんですからね、商売人じゃないんですから、うん、本来はこの山口組の膨大な組織に集まってくる資金ですね、はい、会社でいうと売り上げのような、その売り上げ云々っていうことはね、俗に言う組織のその上納金でしょ、それは全然違います、うん、それは会計の人がおるからね、本部長とか、あるいはそれを何をしてる担当してる人にあの何を答えてもらいますけどね、はあ、私は月に直系の組長に対して各10万円です。これが76団体で760万円ざっとですね。それと 身内と他部団体の冠婚葬祭の費用ですね、これがまあ月に多い時つけない時いろいろありますからね、これは76で均等に割った分のプラスアルファをつけていくわけです。そうすることによって毎月15万円なり、あるいは25万円なりというふうな会費と言われている金額は決まっていくわけです。それ以外は一銭も 今現在いただいていませんから。皆さん立派なお屋敷に住んでですね、それからごっつい外車に乗ってらして、羽振りが大変よろしいんですが、どうなんですか。それはあんたたちはいい面だけで見てるだけね。マスコミの人はね、みんないい面だけしか見てないの、うん、そうでしょ。山口組4代目はね、
1万人近くおるんですわ、総員、うん、その人、1万人近くの人を生きていて見ておらなさい。そんなに立派な家住んでる人もおりませんよ。何分の1かですよ。何百分の1ですよ。幹部は維持する。幹部もそうです。これはね、我々社会はね、維持と張りで生きてますからね。ああ、身もあるだろうし、そうでしょ。だから内容はね、そんなにあんた、世間から見るよりね、優雅な生活はありませんよ。山口組は全国2府27県に及ぶ多数の組のいわば連合体です。で、その一つ一つの組がどれぐらいの資金を稼いでいるのか、またそれを全部合わせるとどれぐらいになるのか、これは相変わらずベールに包まれたままです。で、ご覧のデータは警察庁が調べたものです。昭和52年現在、すでに山口組に限らず全国の暴力組織が稼いだ資金は1兆円を超しております。で、問題なのはその 90% までが非合法な行為によって得られていること。覚醒剤、飲み行為、賭博などなどであります。警察白書は当時暴力団員1人当たりの稼ぎが平均で年1000万円を超え、当時の平均的なサラリーマンの4倍に達していたことを指摘しております。暴力団の博打は大阪だけでも一晩に30カ所以上で開かれているものと見られています。手上げんかい、こら頭の上乗せて手上げ。これはサイコロ賭博の摘発現場です。ここでは商店主や中小企業の経営者を集めて連日博打が行われていました。大きな賭場では胴元の暴力団の懐に入るいわゆる寺天は一晩で1000万円にも上ります。この5000万円を用意しとってね、はい、そしてお客さん来るでしょ。そしたらこう100万200万円でこう貸していくわけです。昔はやっぱり時間かけてね、そのお客さんを殺さず生かさずの状態でずっと巻き上げたもんやけど、最近は僕が知っててそのお客さん一人だけ大事にしてるつもりでもない、旗から全部それ客に引っ張れるからですね。結局短時間でというのか、もう普通なら3年も5年もかかってないですから、もう1年ぐらいで潰してしまうとしてない状態ですから。1と43と6この膝に仕込んだリモコンでプラス極、マイナス極を押して自由にサイコロの目を操作してるんです。スイッチを押していただけませんか。この畳の下に仕込んである磁石の極板を変えるという仕組みになっているんです。去年の5月、兵庫県明石市で山口組系暴力団の組員だった男が医師免許を持たない偽医者を使って診療所を経営していた事件がありました。この元組員は組へ復帰するために必要な金を作ろうと診療所に事務員として入り込み、強引に経営の実権を握って事務長の椅子につきました。そして200人余りの患者にデタラメ診療を施していたのです。注射を打たれたのは結局ね、そういうね、元気になる注射やからいうことで2本3本打たれましたね。1回目はよく聞いたんです。本当にスカッと治ってしまってね。それから3本目ですよ、看護婦さんがね、いやこんな古い注射打っていいんですか言うてね、看護婦さんが言わはった時にもう私もね、いや恐ろしいことを言うてるわ、もうほんまに逃げて帰ろうかしら、もうほんまにしょうがないわ、もう何言うてるんやから間違いないやろと思って、つい回ってしまったんですね。その結果は結局晩に帰ってきてからも熱が39度から熱が出ましてね、それから頭が痛くなって、もう腹立つし泣けてくるからね、まだ話したくないですね。さらに警察の調べで架空の交通事故をでっち上げ、
保険会社を騙して金を取っていたことも分かりました。金額は分かっただけで5000万円を超えています。また医療機器販売のトンネル会社を使った脱税や看護婦が患者に覚醒剤を注射していたという話も関係者の証言の中にありました。まさに診療所を舞台にしてできうる限りの悪事を働き金を儲けていたのです。だからお前首ある手待っとけとかね、それは向こうの四代目の取られた方からかかったものか、またその一般の面白おかしいにやられる方がかけたのか、これはさなかでないと思いますよね。これは今までかって約今日までで120、30回かかってんじゃないですか、夜中でもね、うん、そういうような現状であるので我々にしてもやっぱし、若者を生命を預かっておりますのでね、それに対処するために、そういう形を引いたというのが実態ですね、うん、山口組系豪遊会と一和会系中井組が勢力を二分する高知市、以前から両派の間でいざこざが絶えず警察が重点警戒地域の一つに挙げている。おはようございます。あ、こんにちは。おはようございます。ゆうやどうだ。もともと二つに分裂しましたけれども、ほんの6月4日までは同じ山口組の一門として兄弟分であり一つ釜の飯を食った仲なので、心の底から憎悪を持って憎しみ合い、それからまあ抗争事件に発展すると、そういった懸念は私はないとは言い切りませんけれども、ないことを祈り、またあってはいけないことではないかとかように考えております。大阪西成の大日本正義団初代会長は山口組系の組員に殺された。また田岡組長を京都のキャバレーで狙撃した鳴海清組員もこの組織に属していた。組員は50人。あの大きな山口組にはね、当然ね、これ一人ずつ殺し合いしたところで勝てるか勝てないかということはね、理論的に分かってるんだから。だけどね、対山口組じゃなくてね、今後また対どこどこ、対どこどこというような問題になった時にはね、必ずうちには当然そういうことをしに来たら、うちはそういう答えを出すしかないと。それが私が後継いだね、東大の務めであると自分は思ってますからね。だから他の組織のことを女はそれは知りませんけどね、自分とこの組織はそうでなかったら成り立たないしね、意味ないしね。名古屋を中心に大きな勢力を持つ同友会、警察の調べでは17団体600人の組員を擁し武闘派と言われている。幹部クラスは山口組と古くから友好関係を維持している。しかし配下の組はこれまで6回にわたり山口組傘下の組と抗争事件を起こしている。ないと思うよ、抗争事件なんてな。そう、ないとは言い切れないけどね、どこでどういうものが起きてくるし、それを僕たちには分からんことだけどさ、今後どういう態度というかですね、そういう面でね、新しい山口組に対して接していくのかということは、そういうね、なんていうの、あなたたちはね、その聞きたがってることがさ、やっぱりさ、組織と組織だからさ、そういうことはさ、聞いていかんこととさ、聞いていいこととあるさ、別に立派な四代目だしさ、この四代目が出た以上はさ、その先代以上に義が固まるんじゃないのだろう。一和会との間にですね、抗争が起きるんじゃないかというようなことを警察の方でもね、随分心配してるようですけれども、それはね、予測できませんよ、そんなことは、ね、10年ない場合もあるし、20年ない場合もあるし、今日言うて朝ある場合もあるしね、これお互いにね、私らもそうだし相手方も
どこの国もそうだと思いますよ。喧嘩を欲してないですからね。争い事も何もしてね、お互いに得することは一つもないんですからね。まあ、ただそうは言いながらもですね、はい、なんとなくピリピリしてる組が聞いて多いんですよね。いや、それはよそさんのことでしょ。それで、まあ、武装化って言いますかね、まあ、喧嘩の時は武器が必要だということで、はい、まあ、ピストルの準備というような動きもあるようですけどね、情報では。いや、それは私では知りませんね。山口もかなり準備されてる。いやいやいや、それはもう全然知りませんね、そういうことは。はい、今年に入ってから6月までの半年間に警察が全国で押収した拳銃の数はすでに1000丁を超しました。去年1年間の押収量に匹敵しています。しかも私たちが取材中接触した拳銃ブローカーや組関係者は最近山口組分裂以来、大阪や神戸では拳銃を欲しがる組が増え、拳銃の密売価格が 50% も跳ね上がったと話していました。警察では山口組分裂を捉え、拳銃と資金源を重点に取り締まりを強化していく方針です。8月8日、和歌山県の串本町で一和会系組員の葬儀があった。借金のいざこざから山口組系の組員に殺されたのである。分裂後初めての殺人事件であった。会長、松本、この事件が起きてから1ヶ月、山口組も一和会も表立った動きは今のところ見せていない。不気味な緊張が続いている。2代目松本組組長、松本弘之が甲子山組組長、甲子山憲法座。中組長の射殺事件です。大阪から領事キャスターと MBS 毎日放送の小林明記者に伝えてもらいます。人のことは知らんけどな、はい、俺は命ある限り相手を殺してしまう。それだけ。日本最大の広域暴力団山口組の最高幹部が一挙に殺されるという暴力団の抗争史上でも例を見ない襲撃事件が起きてから8日経ちました。まあ、小林さん、はい、まあ、大変な市民をも巻き込みかねないような事件が起きてしまったんですが、あの時小林さんは、私の場合は事件発生と同時に兵庫県警本部へ駆けつけまして、山口組の集中取り締まりを続けている暴力対策第一課の部屋を覗いたんですけれども、竹中組長を襲うグループが動いているというような情報が事前には入っていなかったために、もう騒然とした雰囲気になっていました。なるほどね。そして12人の死者を出した昭和50年からのいわゆる大阪戦争の再発を心配する声がもうすでに出ていました。ああ、そうですか。それでは早速事件の経過を振り返ってみましょう。ここで警戒班、戦闘外の入った側の。
5人だけ入れてもらえ。お前です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 。いなんかいなんかい。これ人の顔パチ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 。飛んで。あや。あやこれ。あや。もうああだったもん。あや。もうええがなもう。よかったら言うなよ、早くから、アホ。アホ？あや。何しとるか、お前これ。妻かけるとあれ。オーケー。まあ、今ご覧いただいた竹中組長の葬儀の参列者の数はおよそ1000人にとどまったんですけれども、古文 の、 あの南組長の葬儀が1300人だったのに比べますと、まあ、全国最大の組長の葬儀としては予想をはるかに下回った数にとどまりました。そうですね、私もたまたまあの別の取材でのそばにいましたんでね、竹中組長の葬儀見たんですけども、確かにあの先代の田岡組長の葬儀とはだいぶこう趣が違うというか、そうですね、感じが違いましたね。あの田岡組長の場合はあの大勢の芸能人をはじめにしまして、右翼の大物と言われるような人物も参列していたんですけども、まあ、これは一つには組長個人の性格や格の違いも現れたように思いますね。なるほどね、うん、それとまあ何と言いましてもあの4代目組長になってわずか7ヶ月でしたから、組織固めが出来上がっていなかったことが、まあ、参列者の数に現れたとも考えられます、うん、ただまあ一説には弔い合戦で報復することが組長の霊を慰める唯一の方法だといって、葬儀に参列しなかった組員がかなりいたというような怖い説もありました。あ、まあその親分が殺されて子分が黙ってるということですと組のメンツも立ちませんし、まあ、ヤクザとしてもやっていけないというようなこともあるかと思いますけれども、その山口組の組織拡大の過程、これ振り返ってみますと、やられたらやり返すというまさに血塗られた構想の歴史です。次の VTR をご覧いただいてください。昭和38年4月広島県呉市で地元の暴力団から対立する山口組系の暴力団へ寝返った組員が射殺されるという事件が起きました。事件はたちまち広島市内に飛び火し、地元の暴力団同士の抗争という形を取りながら、神戸で対立していた山口組と本田会がそれぞれの系列の組を支援する広島代理戦争へと発展しました。そして9月には白昼広島市内の盛り場の真っ只中で組員2人が射殺されたのをはじめ、6年にわたって血で血を洗う報復事件が繰り返されました。山口組は四国松山で対立する地元の本田会系の組を解散に追い込むなど、西日本各地で系列の組を通してその勢力を伸ばし、昭和39年には500団体組員1万人余りを数える日本最大の暴力団となりました。そして昭和50年7月大阪豊中市の喫茶店ジュテームで賭博をめぐるトラブルから、山口組系の組員3人が対立する松田組系の組員に射殺されたのに端を発し、51年10月にはその報復として大阪浪速区で松田組系の大日本正義団の吉田義弘会長が山口組系の組員に射殺され、いわゆる大阪戦争が始まりました。昭和53年7月11日京都市東山区のナイトクラブベラミで田岡組長が狙撃された上、市民2人も
巻き添えで流れ弾を受け重傷を負うという事件が発生しました。撃たれた田岡組長は一命は取り留めたものの、狙撃犯人が大日本正義団の鳴海清と判明してから山口組の組を挙げての報復は壮絶を極めました。8月、大阪住吉区の銭湯で松田組幹部射殺。9月、和歌山で松田組系組員2人射殺。警察では鳴海の行方を追及する一方で、各組事務所の徹底した捜索を実施し、ある事務所ではダイナマイトを積んだリモコン式の模型ヘリまで押収され、世間を驚かせました。しかし鳴海清はかくまっていた反山口組系の組員に殺され、神戸の六甲山中で腐乱死体となって発見されました。結局昭和50年から昭和53年までのこの大阪戦争では21回に及ぶ報復合戦が繰り広げられ、12人の死者を出し、山口組幹部による終結宣言で一方的に決着を見ることになりました。まあこう見てきますと文字通り血で血を洗う歴史という感じですね。そうですね。ただ大量の組員がその相手の組に殴り込みをかけるというような形が、大阪戦争あたりからは暗殺ピストルで暗殺するというような形だったんですけどね、邪魔者は力で消すというような構造には変わりがないですね。まあ大阪戦争では終結にあたって山口組の幹部が記者会見をするという前代未聞の出来事があったわけですけれども、まあ、時代の流れということなんでしょうか。まあ、それからあとですね、今度の事件に至るまでの背景といったものをちょっと説明してもらえますか。はい、わかりました。現状をこのまま放置することによって、将来ますますの構想による益なき事態が偶発する可能性を憂慮いたすと同時に、ひいては社会の治安に関わる重大な過失を犯す結果を生じしめ、なおこれ以上のご迷惑を世間様に及ぼし、かつ当組高僚の教授をおのずから冒涜するものであると考慮いたし、本声明文の公表をもって抗争終結の宣言をいたすものであります。社会の裏で暗躍するはずの暴力団が記者会見を開くというのは前代未聞の出来事でしたが、とにもかくにも血みどろの抗争が続いた大阪戦争にはこれで終止符が打たれました。ところがその3年後の56年7月、山口組のドン田岡組長が病死し、続いて跡目を継ぐはずだった山口組のナンバー2山本健一若頭も刑務所に服役中、肝臓病をこじらせて死亡。山口組は次の組長をすぐには決められない状態に陥りました。山口組いうのはやっぱり組長が要で、まとまったら消すんですよね。まあ、それはもう今のところはね、まだもうそんな段階じゃないし、かなり組が抜けるんじゃないかというような。いや、それはもう全然ありません。そういう心配ないですか。はい、大丈夫です。今後どうしこうしようとかいうような、まあそれはもう今後の課題です。山口組はその後3年間組長不在を余儀なくされましたが、やがて山本博士山広組組長が組長代行に座り、そのまま4代目を継ぐものとみられました。ところがこの時ナンバー2の若頭だった竹中正久竹中組組長が田岡文子未亡人を巻き込み、先代田岡組長は竹中を4代目にと遺言を残していたとして、去年6月の幹部会で4代目組長になることを決め、徳島で勢力を誇示するかのように大掛かりな組長継承式を行いました。田岡組長の遺言を突然持ち出され、組長の座を奪われた山本博士組長代行は、ヤクザとしての筋が通らないと幹部数人を引き連れて山口組を抜け、新たに暴力団一和会を結成。この時から山口組が2つに分裂しました。何が起きるかこれは分からんもんな。これはお互いが今まで親一つやから田岡和雄というのは、これは変わりないわけ。親はなんぼ離婚にしても親というのは一緒なんだから、ここの考え一つと違うかな。かつては一枚岩の団結を誇った全国最大の暴力団も、
カリスマ的存在だった田岡組長とその一の子分山本健一若頭を失うと、幹部の私利私欲がたちまち表面に現れ、跡目相続をめぐって敵対し合う構図が生まれました。そして当初は一和会がやや数で勝っていたものの、一和会系の組の中には山口組の圧力に屈したように解散する組が相次ぎ、中には力の象徴ともいえる山口組の大門を胸につけたくて寝返る組員まで現れました。今回の事件直前には山広組の幹部でお膝元の兵庫県尼崎市で山口組と抗争事件を起こしている最中の暴力団までが解散した上、4人の組員が山口組に走りました。分裂から半年目の今年初めには勢力が大きく逆転し、一和会内部にはこのままでは潰されるという危機感さえあったと言われています。こうして山広組の行動隊長長野修一は26日夜、3人の仲間とともに竹中組長らを暗殺しました。もともと一つの組織だったグループがこう分かれてこう構想するだけに、まあ、大変に根が深いという今回の事件ね、感じがしますね。そうですね、実はこの取材の過程の中でもですね、一和会系のある幹部が、年が明けたら山口の 2,3 人が死ぬと年の暮れに言ってたというようなことがね、分かったんですけども、これは狙撃犯の長野修一の行動とこう不気味に一致して、ね、そうですね、そして事件後にもですね、別の一和会の幹部が山口をあと4人殺すぞと警察の事情聴取で言ってますね。今後とということですか。そうですね、まあやはり構想はその避けられないといったところかもしれませんけれども、まあ、今度の事件以来その山口組一和会とも幹部は口をつぐんだまま沈黙を続けているんですけれども、10年余り前の広島戦争というのがありました。ここで山口組と渡り合った暴力団共生会の現在の会長が RCC の松島記者のインタビューに答えて次のように話しています。会長、今回の大阪の事件なんですけれども、この事件はですね、なぜ起きたとお思いになりますか。そうですね、私が、これはあくまでも私の想像で、私の考えで、お答えするんですけど、やはり、4代目、竹中組長側にある程度の強引さが災いをしたんではないでしょうかね。その今回の事件のようにですね、その組長がその殺された場合、その組員がですね、どのような行動を取るべきなのか。それは誰に聞かれても必ず仇を討つというのが、それは、正解でしょう。この度の事件の加害者ですね、山村さんの若い者ですか、全部年配者です。一人37歳であと40歳以上ですね。その人たちが命を的に、下の部類でおそらく向かっていってるでしょう。もう刑務所行けば20年無期かもわからんですよ。ご実際の人が20年くらい70です。70といえばもう自分の人生終わりですよ。それをあえて言ったということは、その人たちの気持ちを持ったときに、山村さんはおそらく泣いてるでしょう。まあ、同じ世界に住む人物の言葉だけになかなか実感がこもっていたように思いますが、それでは次に取り締まる側の警察幹部の話を聞いてください。暴力団の歴史の上で日本最大の暴力団のナンバーワン、ナンバーツーが狙撃されるという初めてのケースだと思いました。山口組はまだまだ組織が固まっている。一和会もそうである。まあ、それがこういう相当長期議会いたしまして、そこの中に双方のやっぱり中でのですね、いろいろな画策があったんじゃないかと思います。山口組対松田組という構想がありましたが、その時が、犠牲者が12名出たということですが、それを上回るような、全面戦争に、も突入するだろうというようなことが、考えられる。やはり一番ターゲットにされるのが山広組のところではないでしょうかね。山口組と一和会とのですね、血を血で洗うような抗争事件が起こるであろうと
ということで、まあ、これを契機にですね、我々は徹底的にこの2つの組織を叩こうということでございます。まあ、警察のも相当本腰を入れて取り組む構えのようですけれども、すでにその報復とみられる発砲事件、だいぶ7件ですかね、起きてますね。そうですね。うん、しかし、まあ、山口組の方は組長を撃たれているわけですから、うん、ピストルを撃つという程度の、まあ、7件の事件程度では済まないですね。組長の死に匹敵するような報復をしないと、メンツが立たないと。となりますね。まあ、ということは今までのは前ぶれ、本格的報復の前触れみたいな感じですかね。そうですね、うん、まあ、一和会の山本博司会長、うん、あるいは鴨田組の鴨田重政副会長というあたりが当面狙われることになりますね。すで、うん、に、まあ、山口組の内部では暗殺隊が編成されまして、姿を消しているというような話も伝わってきています、うん。まあ、その状況の中では今の段階ではその双方の仲介をしてですね、和解を成立させるというようなことはちょっと考えにくいですね。もう一つ、その山口組の今後ですけれどもね、これどうなりますかね。まあ、組内部ではすでに5代目をめぐりまして、うん、その跡目継承の確執が行われているんですけれども、一方で組内部のその統制を取り続けなければならない、もう一方では報復もしなければメンツが潰れるというような状況の中で、おととい竹中組の弟の武志、2代目竹中組長が逮捕されたんですけども、はい、その警察では今が山口組の解体の絶好のチャンスであるというふうに見ています、うん。3代目の夫人だった田岡未亡人ですね、いまだにその山口内部でこういろんな発言力は強いわけですか。そうですね、例えば人事なんかについて、はい、今の組幹部の中では抜きんでた人物がいないもんですから、うん、そういう意味でその未亡人の発言力というのは極めて大きいんですね。で、まあ、5代目をめぐる確執の中でもすでにそういう踏み込み亡人の力を利用しようというような動きもあるんですけども、ご本人は、まあ、肝臓病が悪くてかなり衰弱してまして、うん、本人はそういう意思は持ってないような感じですね。そうですか。では最後に警察の限界が続いております。今日の神戸の表情をですね、辰巳隆一記者に伝えてもらいます。この一和会系山広組の組事務所は今回の抗争で山口組から真っ先に狙われるものとみられ、山本博一和会会長も狙撃事件以来行方をくらましたままです。竹中正久組長ら狙撃事件の現場は大阪の吹田市でしたが、山広組の組事務所をはじめ一和会系それに山口組の主だった組事務所や有力幹部の自宅はほとんどが神戸市内に集中しています。一触即発の危機をはらんだ全面戦争の舞台はすでに神戸に移ったと言っても良さそうです。今日は日曜日ということもあり、たくさんの家族連れでにぎわう神戸の街ですが、その真ん中に対立する一和会系と山口組系の事務所が軒を連ねており、いつ市民がこの抗争に巻き込まれるかもしれないという状態で、この抗争が続く限り物々しい機動隊員らの貼り付け警戒が行われそうです。各事務所とも今日は目立った動きはありませんでしたが、まさに嵐の前の静けさといった不気味な雰囲気です。まあ、結局のところその警察の徹底した取り締まりに期待する以外にないわけですね、現場がですね。今日は今回の抗争事件、そしてその背景などについて MBS 毎日放送の小林明記者に伝えてもらいました。市ではなく篠原本町にあります3代目田岡組長の自宅なんです。
長の遺体を乗せました紺色のワゴンが、この3代目元山口組組長田岡邸の前に到着しました。白い布のかけられましたこの棺を、黒い服に身を包んだ組員がこの田岡邸の中へと運んでいっています。8時の田岡邸の風景です。今お通夜を終えましたお坊さんが降りてまいりました。7時頃から行われましたお通夜が今8時なんですがちょうど終わりました。昨夜4代目山口組竹中正久組長の通夜が営まれた神戸市灘区篠原本町の前山口組田岡和夫組長宅は、今日はひっそりと不気味に静まり返っていますが、周辺には警察官が報復行動阻止のため警戒に当たっています。これまでの大阪兵庫両県警の調べによりますと、山口組は竹中組長ナンバー2の中山勝政若頭を一度に失ったことで同様の色は隠しきれず、当面中西組の中西和夫組長をリーダーに集団指導体制を取るものと見ています。そして一和会への具体的報復として、すでに一和会幹部暗殺の指示を傘下の組織に出したとも言われています。このため警察では一和会系の組事務所などへの貼り付け警戒を強めています。一方、竹中組長とともに射殺された山口組のナンバー2で若頭の中山勝政豪遊会会長の遺体は昨日大阪から地元の高知に着きましたが、まもなく中山会長の自宅で通夜が行われます。高知には今朝から通夜に出席する山口組系の組員が詰めかけており、一般市民は不安を募らせています。明日は中山会長の葬儀が予定されておりまして、さらに1000人近い山口組系の組員が高知入りするものとみられています。このため高知県警では600人の警察官を動員。山口組4代目跡目相続を機に分裂、4年にわたって大抗争を続けた山一抗争。すみません、今日中に入ることできないですか？お散歩ですか？これからすみません、どうしてもちょっと中を見せていただくことできませんか？そうですか。何回聞いてみても、まあ、ダメだ、入るなと言われてはいるんですが、もう一度ちょっと聞いてみたいと思います。すみません、ちょっとすみません、どうしても中ダメですか？この中はあれですか、山口組の。私たちは放送の際、緊張をみなぎる一和会本部を直撃した。お邪魔します。え、ああああああ、ここは神戸駅からすぐ近くにあります4代目の竹中組長のお事務所です。4代目山口組の事務所です。すいません、組長ね、死んでしまいましたけども、今組の方どうしますか？これから出たっけ？
これからどうするんですか。出たわけ言うなよ。それだけ聞かせてください。ご覧のように全く取り合ってくれません。まあとにかくね、ヤクザも一目置くレポーターというのもすごいですけども。三代目山口組港組組長港吉次殿。広域暴力団山口組三代目故田岡和夫組長の三回忌。暗黒街ビッグスリーを直撃した。三回忌終わられましたね。ありがとうございます。ほっとなさいました。ご感想はいかがですか。三代目姉田岡文子さん3年後病で死亡。これからの山口組ってのは、いや、そういうことはまたノーコメントですから。でも結束してうまく、はい、やっていきます。元一和会山本博司会長、後構想に敗れこの世界から消えた。そして4代目を引き継いだ竹中正久組長、後射殺さん。葬儀のご感想だけ聞かせてくださいませ。ホテルの店なんて行くんやったらええで。それだけ来んやったらな。教えたるの。教えたる。はい、僕のコーナーは今日はこれでございます。この音楽が流れるということは、暴力団絡みの話になってくるわけですが、大阪戦争、時は廬山の2人がちょうど生まれた頃ですね。そうですね、76年から78年。この4年間にわたって続いたヤクザの抗争でございます。山口組と松田組が対立して地で地を争うといわれたこの抗争、きっかけはこんなんでした。ジュテーム事件といいまして、これはあの当時ですね、大阪北部で山口組と松田組が、まあ、鳥羽の言ったら諸場争い、ここは俺の、島争いですから、ここは俺の島やみたいなのを、まあ、お互い対立しとったんですね。それときある時、豊中の喫茶店ジュテームで山口系組員が松田組の系の組員に銃撃される。で山口組系の組員が3人が死亡するという事件があったわけですよ。でこれでもうこの2つの組が大阪戦争へ突入していくわけですね。でこっちは皆さんご存知ないですか。覚えてますね。やめろ。こっちの方がむしろ事件としてはびっくりしましたね。ベラミ事件、京都三条のナイトクラブベラミで山口組の田岡組長が撃たれるという、まあ山口組にしてみたらもうそれはもう組長、まあ、幸いと言いますか、田岡組長は、怪我で済んでるんですけど、まあ、でも狙われたって言ったね、うん、だからあと1センチずれてたらね、殺されたってことになります。そうなんですよ。隣の人がちょっと怪我されたり気の毒な話もあったんですけど、さあこれ撃ったのは松田組傘下の鳴海清組員と判明します。この名前どっかで記憶ないですか。皆さん、要これドラマにもなりましたし、ドンを撃った男、そうなんですよ、小説化されて映画化もされて、映画にもなりました。当然山口組はこの丸見教師を追います。何回言ったら絶対警察より早く捕まえなきません。そうですね、ね、でところが指名手配の後、この9月17日この丸見教師は六甲山で惨殺死体となって見つかるわけです。まあ、そんなんがあったんですね。この大阪戦争4年続きまして、暴力団員12人が死ぬという、まあすごい。この後に山口組と一和会の山一戦争というのがありますが、それはこの後です。これは山口組と松田組の対立ですね。で、こんな恐ろしい大阪戦争の最中ですが、現場の記者は今では考えられないほどの近い距離で取材をしています。はい、VTR 見てもらいますが、もう田岡組長が運ばれて生きり立ってる山口組のに聞いたり、報復に怯えてる松田組の人にあんたとこがやったんかとか聞いたり、近いんです。でヘリで中継したり、あと最後もうあの終結宣言を山口が出します。それを山口組が言ったら組の、まあ、家というか、ね、そうですね、本部の中ですね、本部の中でやるんです。100条ある、はい、記者会見やるんですね。まあ、その様子などを見てもらいますが、とにかく暴力団員と記者の距離感の近さ、注目してください。京都京阪三条駅前にあったナイトクラブベラミ。1978年7月11日、ここで
三代目山口組の田岡組長が撃たれました。カメラはなんと組長の病室の前まで入り込みます。さらに見舞いに訪れた組員に躊躇することなく直撃します。どんな状態でしたか？大丈夫です。犯人というかね、やった人間の検討なんか言ってました。分かりませんね。山口としてはこれからの対策なんか考えてらっしゃいますの？そんな余計なことお前言うな。それ質問すな。どうですか、どうなんですか？またこれからドンパチやるんでしょ？ドンパチやるんでしょ？いや、やる。そんなことは分かる。え分かる。暴力団組員も聞き返す。ドンパチやるんでしょ？ドンパチやるんでしょの一言。警察は大阪戦争の相手松田組傘下の鳴海清組員を指名手配となれば、その事務所に直撃です。記者は組員に容赦なく詰め寄ります。しかもタメ口で。朝からずっとここ詰めてんの？一言だけ教えてよ。一言だけなあ、山口はここやっちゅうなことで騒いでるらしい。お宅の鳴海が手足出ましたね。知ってるまんの？お宅の鳴海どこ乗りまんねん？なあ、あれ組長のメールであったわけ？組長のメールで一回だけな、一回だけ貸してくれ。何何何、要するにな、お宅のんがな、うん、やったんちゃうか話あるわけ。いや違う、うちじゃ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 、それだけ、それだけ。いや、違う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 、うちや、うちや、違うのか。違う違う違う、怖いもの知らずの当時の記者、リポートする内容も独特でした。これまで血で血を洗う抗争を繰り広げて、それによって組織を広げてまいりました 山口組だけに、この静けさは不気味としか言いようがありません。社会正義と善良な市民に挑戦する不敵な笑いが聞こえてきそうな事務所前の風景です。その頃制作された番組でも、さてその暴力団の担当している放送記者をちょっと紹介いたしましょう。神戸の暴力団担当の坪井記者でございます。こんにちは。あ、よろしくどうぞ。それからこちらが大阪の暴力団担当は西村記者でございます。こんにちは。よろしく。なんかあなたの方が暴力団という感じですな。いや、そういった格好しないですからね。いやいやいや、もう本当というわけで今日は暴力団のことをやっていきたいと思います。ストームのジャスト12、暴力団に直撃。ヘリ中継で映しているのは山口組田岡組長の自宅です。駐車場のあるところは田岡組長の自宅ですね。そうです、はい、今駐車場にはですね、はい、9台ほど大きな外車が止まっておりますね。はは、あ、なるほど。いずれもいい車ばっかりですな。そうですね、はい、一人だけ上空を覗いておりますね。はあ、その他はまだ出ておりません。はい、抗争事件中ですから、やっぱり空からの襲撃なんかに備えて音が聞こえるとやっぱり過敏になってるんでしょうかね。そうかもしれませんね。はあ、タイトル通り直撃取材するのは斉藤勤アナウンサー。方にも走行車ですね。カメラさん、ちょっとね、あそこの玄関の扉の左の上の方に小さく丸いのがあります。あれカメラじゃないですかな。カメラが少しずつ動いてるんです。あれね、僕の方映してるんですな。ここにもカメラ、ここにありましたですよ。こんな風についてるんですね。もし見てたらちょっと上げていただけませんか。僕らは初めてです。初めてのクソもあるかい、バカ。このここ一歩でも入ったらお前捕まえるぞ。いや、僕は一歩でも入ったら女らほんまに首絞め上げるぞ、バカ。このでもおたくらもなかなか表へ出られなくて大変ですな。出るわ。そうですか。出るけどな、うん、お前らが1ビットルうろろするから出んねない。1ビットルは出ないですよ、取材に来てるわけ。このバカもこれ見てみ、山口組と松田組の方、そろそろ手口だ。そんな話できん、こんなバカがおったら。こんなバカがおったら話できるかい。いや、カメラマンバカじゃないですよ。彼優秀な男です。優秀はお前らが優秀すぎるからよ。ちょっともう一つだけ。あ、入れ、藤田。いや、捕まえたら入れ、これ。いや、入ったら ぶっ飛ばす言われたら入れません。やるわ、そりゃ。その調子だったら入ってきたらいいじゃないか、これ、バカ、この。いや、そんなこと言ったって。おい、あれ、石ぶつけるぞ、お前。なおつったら。
おい、それいい加減にせんかい、こら。いや、ちょっとかむ。アホ。いや、お前、そのいい加減やしつこい、どしくすと、お前に、いい加減にせんかい、こら。あんた、くつこすと。バカ野郎。ほら、やめんかやれ、あんまり。いや、だから、ちょっとやめさせてもらうな、ちょっとやめなさい。この時代、記者たちはどんな思いで取材していたのか。この二人に話を聞きました。ご足労いただきまして、ありがとうございます。お久しぶりでございます。いや、ほんまに。当時の放送を見てもらうと。このジャスト12暴力団に直撃。えらい軽い番組やってたね。雰囲気的にはこれがちょけきで、まあ、多分ね、私みたいな軽い調子で行った方がかえって取材しやすかったのかもしれないよね。これあの深刻な顔してすいませんって言ったら、うん、向こうもその気になってしまうから、うん、どう言ったらいいのかな、同じ目線でのやり取りを意識して、うん、大阪弁で、うん、俗っぽい言葉使って、うんの取材インタビューが必要とされたっていうか、相手が本音をしゃべるという、そうテレビとそれから警察暴力団今とは全然やっぱり違うんでしょう、はい、社会環境が違うし、違います。だからあの突っ込んでいってるように見えるけれども、うん、そんな突っ込んでいってるっていう気はないんですよね。普通に言ってるつもりなんですね。だからまあ一つはあのテレビ局の人間に対してマイク持ってきたのに対していくら暴力団でも蹴ったり殴ったりしないだろうというね、その安易な気持ちがあったかもしれませんね。4年続いた大阪戦争の終着点も今では到底ありえないものでした。あの本来ならはっきり言うで、神戸のホテルの会議室において行うべきものを当局から、それだ当局も介入させてもらうという圧力のもとに皆さんにこういうご不自由な目をしていただいておると。場所は山口組田岡組長の自宅。マスコミに対して説明するのは当時の山口組ナンバー2、山本健一若頭です。左右にナンバー3とナンバー4が並んでの構想集結会見でした。本声明文の公表をもって構想集結の宣言をいたすものであります。ご遠慮なくご質問いただいて結構だと思います。声明でですね、本当にそういうことが終わるのかと思います。絶対に構想事件は起こすなということはもうすでにもう今ただ今命令を本部から発してありますから、絶対にそういうことはありません。若頭は会見は出られたんですね。行きました。一番最初に驚いたのは田岡邸の2階の百畳敷の大広間の、うん、まあ広いこと当たり前だけど百畳敷でね、で前にずらっと座った3人が、これはまあ大幹部ですから怖さっていうのは感じない、はあ、とにもかくにもナンバー2ナンバー3ナンバー4が暴れるわけがないから。なるほど。まあどれもこれも今となってはなかなかないような光景ですね。取材するのは考えられないですね。ないですね。坪井さん、最後に答えていただいた、うん、坪井さん、神戸支局のキャップですから別に暴力団担当というだけじゃないです。他のことも全部やらなかったから、うん、でも当時はもうこれもうかかりっきりになったぐらい忙しかったと思うんですけど、うん、坪井さんがこの若頭の山県若頭、うん、上下金馬やったんですって、うん、まずそれがびっくりした相手、うん、ちょっと分かりにくいですけども古いこの映像もそう、この映像もそうなんですけど、ちょっともう分かりにくい、で言うてはんのが当時は今に比べるといい意味でも悪い意味でも暴力団と一般社会との距離が近かったっておっしゃるんですよ、坪井さんは。いい意味でも悪い意味でも、つまり暴対法ができるずいぶん前ですから、暴対法ができた後はある種地下に潜るというか、一般社会との距離
ができてくるわけですけど、そのあたり澤さんどう思われますか。まあ昔はね、そういった意味で言うと町のちょっとしたトラブルシューターと言ったのかな、うん、顔役みたいなところでちょっと困ったことがあると、うん、要するに暴力団の方に、まあ暴力団っていうか、うん、何々組の頭のところに頼みに行くとかね、うん、そういったことがやっぱり日常的に行われてたんですよ、うん、これ裁判だとか警察に行くともう時間がかかってしょうがない、手間がかかってしょうがないっていうんで、うん、簡単に物事解決するためには、だから山広さんとね、私が喧嘩したら、うん、ちょっとまあまあっていうで暴力団が出てくるような、うん、そういう時代背景があったんですよね、やっぱりね。また映画も、映画とか V シネマとかも、うん、そういう極道の妻たちとか、うん、ちょっとかっこいいみたいなとこもあったんですかね、当時ね。ただまあもちろんね、それがまああの暴動逮捕ではできて、いわゆるしのぎに対して、法の手が入るわけですね、うん、そうすると今度はまあ地下に潜っていくわけですね、彼らが、うん、あのギャング化していくんですよ ね、うん、そうするとこういう次第はまあ無理やもんね、ちょっと無理です ね、 むしろね、今6代目体制になってから、要するにマスコミの取材に一切答えるなと、記者会見なんかとんでもないみたいなね、うん、今だから情報を統制して制限して、うん、要するに自分たちの動向を知らせないというのが最優先なんですよ、うんうん、やっぱ詳しいですねそうなんですか、それなんかあの褒めていただいてるんですか。いやいやいや、なんか事情に詳しいな。うちの、 あの若い記者も最近その、まあ、暴力団関係の、まあ、若い人に取材しようとしたら、うん、子供がいじめられるからやめてくれって言われたらしいです。あ、向こうが、向こうが逆に俺取材されて放送されたら子供がいじめられるからやめてくれって。ちょっと時代が変わってんのかなと思います。もう一つ、あ、ロザンの2人、あのどう思われました、今見て。いやだってまあ僕らからしたらすごい考えられへんし、うん、正直思ったのが、うん、怖くなかったのかなっていうのがあったんですよね、うんだからまあその距離感がやっぱり今とは違うというか、ね、違う、僕らはこの距離感がおかしいと思って見てるから、うんはい、その当時は普通の距離感だったんですよね、うん、だからその市民と暴力団というか、まあヤクザとの距離が近いっていうのは、うん、それはマスコミと、の距離がまあチクソの分近かったっていうことになって、まあ、環境が違ってた。いい意味でも悪いもありますけどね。あとやっぱりカメラとかテレビっていうものも強かったのかなという感じがします。そうですね、それもいい意味でも悪い意味でもなんか権力持ちすぎてたのかもしれないです、ね、それとやっぱり、ね、日常的に取材したから顔見知りであったり馴染みなんですよ、先方と暴力団組員と、野球記者みたいな感じですね、だいきなり言ってではないと思いますけどね。まあ、それはね、でも担当はどんどんまあ変わるんでね、うん、そんなに深い付き合いはもちろんないんで、はい、まあ、だから例えば毎日放送の人間やなというのは認識してたら、認識ぐらいだいぶ違うんですよね、それはね、きっとね。でもう一つ、これはもうはっきりでめちゃくちゃ業界話になってくるんですけど、うん、僕がどうしてあの当時こんな風にガンとマイクを突きつけてるのか、一つだけ僕は思うのはこれなんです。当時フィルムの撮影でした、ちょうど過渡期なんです。フィルムからビデオに変わる、でビデオやったらダラダラ回してもそれなんぼでもまた 上書きできますよ。フィルムっていうのは回してる間カラカラカラっと回してもうそれ二度と使えませんよね。で持って帰った時の編集を考えたら、あまりこう、あのすいません毎日放送なんですけどちょっと話をおかしい、その間回してられないですよね、フィルムは、うんうん、高いし。なるほど、高いし、かかし、もっと言うともう一番古いタイプのカメラはゼンマイで巻いてから回してましたから1分しか撮れないんです。だからまあ短時間で何かインパクトがあるものが撮りたいというのは確かに今よりも昔の方が強かったかもしれない。そうですね、だから来たなと思ったらもうすいませんちょっとっていうのは時間がないから突っ込んでいくしかないのかなと、はいはいはい、監視カメラもちょっと大きかったですね。大きかったですね、あれは。確かにね、その当時のカメラマンの方は、そのビデオになってからもそうですけど、うん、その取材に行って帰るときってちょっと残してたって言うんですよね。そうです、なんでかって言ったら帰るときに何大きなことに出くわすか分からへんから。それはフィルム時代を知ってる人、僕ら取材に行ったときは言われましたね、うん、最後1分残しとけ、残しとけビデオでも、うん、何があるか分からんからって言われましたね、うん、あとあの暴力団の人も、もうちょっと暴力団もこうワッと来てましたけど、うん、カメラマンを、ね、殴らないんですよ、うん、カメラ壊したら高いから、うん、分かってるから、ライトマンの方が危ない、気ぃつけな、よう言いましたね、それは。ライトマン気ぃつけやって、僕ら一緒にいた時ね、照明さんですよね、照明さん、はいはいはい、君気ぃつけやって、僕よう言ってましたから、ね、今から行くけども言って。